今のメディアの状況、今の日本の状況というのは、メディアが作った主要候補、前回4年前は3人でした。小池百合子、増田寛也、鳥越俊太郎ですね。この3人だけを取り上げ、残りのですね、18人、21人でしたのでね、前回の都知事選では。21人の立候補者のうち、たった3人だけを 97%、いいですか、テレビで放送される 97% がこの3人のことだけです。残りはですね、名前しか出なかったわけですね。その中でこの桜井誠5位でございました。5位、11万4千票を取らせていただきました。しかしながら今回のですね、今回の都知事選、名前が出ている中で前回の都知事選に参加した人間、その中で考えるならば、小池百合子290万票、その次に来るのがこの桜井誠なんです。先ほど言ったね、立花隆は2万数千票しか取ってないんです。おかしいですよね。誰がどう考えてもおかしいですよね。2位の人間を、2位につけた人間を平然と泡沫候補呼ばわりする。大変残念ながらですね、日本のメディアは死にました。死に絶えたんです。まともなメディアというのはございません。ですから皆さんは自分の目で自分の耳でよくよくですね、この都知事選、都知事選だけじゃない、この後に待っている衆議院選挙もそうです、参議院選挙だってそう、いや、あるいはね、皆さんの町の区議会選挙、そういったですね、さまざまな選挙において、メディアに頼らず自分の頭で考えること、その候補者が何を言っているかということなんです。その候補者が何を言い、何を主張しているかを考え、その上でですね、判断をしてほしいと思います。